この玉下地区で行われた初めてのオープン戦は3対3引き分けということになりました。さあ、それでは今日のゲームをハイライトでご覧いただきましょう。今日は両先発がいずれも開幕投手、ホークスは千賀。その立ち上がりです。ワンアウトランナー一塁二塁からワイルドピッチ、さらに甲斐の三塁悪送球も重なって先制点を許しました。なおもワンアウトランナー三塁で井上の当たりはボテボテのピッチャーゴロ。この間に三塁ランナーホームイン、千賀が初回に2点を失いました。さらにこれは2回です。平沢の打球、千賀思わず足を出してそれに当たってしまうというシーンがありました。この後一旦ダッグアウトに下がりましたが、結局戻ってきて続投ということになりました。まあ、何もなければいいんですが、これは今宮のファインプレー。ジャンプタイミングを合わせました。4回には2アウトランナー1塁から平沢、センターへのタイムリーツーベース。ここは送球間に三塁を狙いましたがアウトにしましたが、これで1点追加です。さあ、ホークスは勝利の投手陣が次々に今日は登板しました。4番手のモイネロ、まあ全く球威といいキレといい去年のシーズン中とほとんど変わりませんでしたね。はい、今年もやってくれそうな感じしましたね。さらに5番手が岩崎、この岩崎も良かったですね。はい、本当に低めにボールが集まってましたしね。はい、岡田ショートゴロ、新外国人ドミンゲスサードゴロ。まあ、この後菅野にツーベースヒットは許すんですが、最後は中村をライトフライに打ち取りました。今年も8回はやはりこの人かなというピッチングでしたね。はい、さあ、そして最後にもちろん同点の場面だったんですが、サファテ上がりました。154キロを計測。それからフォークに変わって見せたスライダー、はい、あれがなかなか、僕はね、いい意味で驚いてます。はい、シーズン使ってほしいなと思いますね。はい、一方のマリンズですが、涌井が登板、こちらも開幕投手。まあ、涌井も今日は持ち味十分に発揮という感じではありましたね。やっぱり貫禄ですね。はい、低めに緩急つけてね、うまく打ち取ってました。はい、まあ、こういうシーンはありましたけれども、それ以外のところでは本当にボールの出し入れ、はい、コントロール、本当に涌井らしさが出てましたね。そうですね、去年の成績はなんかね、嘘のような感じでしたけどね。はい、今シーズンはマリンズのやはり投手陣の柱になることが期待されます。そしてこちらも大いに期待を集めているのが大隣です。まあ、本当にこの大隣、加藤さんがご指摘のように、はい、ストレートさえキレが良ければ、あとは変化球、本当にコントロールが良かったですね。投球のピッチングを知っているピッチャーなだけにね。はい、まあ、今日も、ね、3イニングしっかりと結果を残しました。特に左ピッチャーが手薄な中でこの大隣。さあ、そしてゲーム、今日はこの人のこの一振りが一番光りました。8回の第3打席、ノーアウトランナー1塁からライトへ、これが同点ツーランということになりました。オープン戦ですが、いい一振りがね、福田には出ましたね。一番福田のホームラン盛り上がってくれたんですけどね。できるんであればサヨナラでね、最後に盛り上がって、はい、終えたかったんですけど、はい、タマスタ